デッド・オア・ライブ4はテクモより発売された対戦格闘ゲーム。デッド・オア・ライブシリーズのナンバリングタイトル4作目。略称は DOA4? アドバタイジングスローガンは u でも用いられた世界で一番美しい。新規キャラクターとして心、ラ・マリポーサ・エリオットの3名が追加され、ゲストキャラクターとして ハロからスパルタン -458 が登場した。また、トーナメントの最後には、アルファ -152 が一部キャラクター、限定ラストボスとして登場する。なお、初期カーソルは 1P が、霞、2P が、アヤネである。X360 本体の性能によって、グラフィックは、XBOX 前2作を凌駕する高精細なものとなり、約3ヶ月後には、 アップデートのデッド・オア・ライブ・4オンラインバージョンがシリーズ初のダウンロードダブルコンテントとして無償提供された。なお、板垣智信が手掛けた最後の格闘、DOA タイトルでもある。一部のキャラクターはマイナーチェンジが図られ、特にハヤブサは忍者ガイデンシリーズを踏襲したうち、外面へと改変。霞は霞アルファを 3までの使用キャラクターと位置づける技変更が施された。エレナ、ゲン、アイン、レオン、テングなどはゲスト扱いとなっており、条件を満たすことで使用可能となる。Xbox Live のオンラインモードでは、ドールと呼ばれるアバターを作成し、ハウスという名のロビーを拠点にチャットをしたり対戦中の他社の試合を観戦することもできる。ホールドは、前作、ミユーを踏襲した4択に、 一作目シリーズ以来となるオフェンシブとディフェンシブが共存するに属性仕様となり、一つの完成型に達した。反転の削りは、背後クリティカルからという制限で存在する。レバー回復の操作は、方向パッドか、左スティック、同ボタンの左右を交互に連打したりぐるぐると回す、仕様。起き上がり攻撃に、上段の起きハイキックが追加され3種類分岐になった。 フリーステップの回避性能は3よりも大幅にダウン調整された。投げ抜けは 2U と同じだが、基本投げに限り限らでも成立するようになった。デンジャーについては、ステージの中を自ら駆け巡って、キャラクターに襲いかかってくるムービングデンジャーが初登場。崖ら家系ダメージでは KO にならない。スリップ地形では中下段属性からのみクリティカルとなる。 対戦ダイアグラムについては、キャラクターランキングの数値上では、ベスト3、同率 1&2 早草ぶをあやね、暫定3位かすみをあ、弦をあは早手で、ワースト3、同率 1&2 番骨棒をあひとみ、暫定3位、バースをあいんとなっている。細かい点では、一時無敵が慣例で試合が中断していた、倒れるダウンに固有打撃技からの追撃が可能になり、2ヒット目で、 強制起こしが発生するようになったため仕切り直しの場面が減り構成側のプレッシャーが継続されるようになった。練習モードのコマンド履歴に属性が表示され確認が可能に。干渉モードからは約100枚を保存可能なカメラ撮影も楽しめる。テストプレイで猿学長にチェックを依頼している。総じてストーリーモードの CPU の強さや 上述の点を含めて様々なクリティカル状態に対処する知識などが必要なこともあり、初心者には若干ハードルが高い。デッドオアライブ4オンラインバージョンは、Xbox Live を介した無料の DLC であり、パッケージ製品ではなく、バージョン版のようなバージョン変更と同義のアップデートタイトル。実行すると通信対戦時に、新技の追加、バランス調整、バグ修正、 オンラインの安定性向上などが反映される。デッド・オーア・ライブ・ディメンションズは、ニンテンドー 3DS 版。略称は、ドード。アドバタイジングスローガンは、もう一度、殴り合わないか。霞アルファー、幻ら及び前作で、キャラクター限定ラストボスを務めたアルファー -152 の3名が初めて、プレイヤーキャラクター化され、雷道、天狗も含めた、 過去作のキャラクターも登場し、条件を満たすと自然が隠しキャラクターとして出現した。初期カーソルは 1P が霞、2P が早ヤブサ。シリーズ初の 3D 立体紙がセールスポイントでボリュームスイッチを上げ下げするだけで 2D と 3D 表示を瞬時に切り替えられるようになっている。林洋介が手掛けるようになった初の格闘、DOA タイトルでもある。 少子立てのチュートリアルモード、クロニクルでは、第1回から4回大会のストーリーを体験しながら、ゲームのシステムを習得できるほか、シリーズ全体との整合を図るために長らく謎だった、設定などの解明、生死としての人物の役割や登場する時期などが、刷新されており、ラストシーンは、4から5までを補完するかのようなエレナ試験の特別編、終章エレナ編で締めくくられる。 他に従来のタッグバトルに代わり互いに協力し合って CPU を倒すタッグチャレンジ全戦隊分の静止モデリングを 3D 写真で撮影できるフィギュアなどのモードを搭載。タッチパネル画面のデジタルインスト機能を返せば、はやぶさのイーズナオトシ、はやての名流、雷道の天方号来章といった長く複雑なコマンド技も プレイヤーの技量に関係なくタッチするだけで、半自動的に出せるようになっている。任天堂 Wi-Fi コネクションからは、国内外両方から選べる1対1のランクマッチ対戦、フレンド同士によるタッグチャレンジ、すれ違い通信による AI キャラ対戦、ストリートファイトなどが可能。いつの間に通信からは、今作発や3、2、U、4の追加コス、 開発スタッフのゴーストデータなどが無料のダウンロードダブルコンテントで提供された。ホールドの種類属性は前作45ベースに基本種のみを3択に減らしたアレンジ的な仕様。反転の削りは背後クリティカルからという制限で存在する。レバー回復の操作は十字ボタンか、スライドパッドの左右を交互に連打する仕様。起き上がりキックは変わらず、 神中下段3種で、投げ抜けもめを指成立性だが、基本投げは抜けなくなり、確定に変更された。入力の前方ジャンプが廃され投稿された。フリーステップは、早ヤブサの、飲行員からの派生の多くを避けられるなど一部の技に対して、有効な性質を持つ。早ヤブサ、雷道、天狗、幻らの4名に、限り、に言う依頼となる。 プレイアブルキャラクター用の飛び道具技が採用されている。デンジャーについては、崖落下系ダメージには至り、KO と非 KO の2種類が混在している。スリップ地形の危険度は、歴代随一に上げられ、すべての打撃から、クリティカルカウンターになる。キャラクターテーマ曲やステージはほぼすべてが、過去作から、セレクトされており、一部は、今作独自のアレンジが施されている。 条件を満たすと解放される、ジョサーマルパワープラントステージには、ニンテンドーのメトロイドシリーズからのコラボゲストとして、リドリーとサムス・アランが、ムービング・デンジャーの役割で共演している。対戦ダイアグラムについては、チャートの数値上では、ベスト3、1位はやぶさ、同率 2&3 位あやねおははやてで、ワースト3、1位カスミアルファー、2位、クリスティ、暫定3位、ザック・オア、 ゲンオアエレナオアレオンオアブラッドオアマリポーサオアゲンナとなっている。細かい点では、プレイステーション版 DOA から久しいヒットエフェクトが採用され、一部在来キャラクターの声が変更され、外国人俳優による英語音声への切り替えが可能となっている。総じて、クロニクルの存在によって、DOA シリーズの未体験者や初心者が触れやすくなっている反面、 バトルシステムは一つの成熟の域に達していた4とほとんど同様なため導入はビギナーライクでも操作面や情報量的には対戦格闘ゲームの知識修練を従来通りかそれ以上に要するバランスとなっている通信対戦時のバグや状況に関しては Nintendo Wi-Fi コネクション問題点を参照のこと後年にはフィギュアモードの BGM ワイヤードが 5シリーズに移植された。DOA Experience 2011ジャパン2011年2月5日、開催公営テクモゲームスイチヶ谷オフィスにて、催された公開ロケーションテスト。エキシビションマッチでは、マスターがハヤブサを使い優勝した。今作はオーストラリアにて、PG 区分での発売が予定されていたが、登場人物のうち、未成年者であるカスミット・アヤネと心が際どい服装を、 しており、フィギュアモードで様々な角度から登場人物を撮影できると自動ポルノとみなされる恐れがあるため、オーストラリア東急審査委員会は、レーティング見直しの必要があるとみなした。オーストラリア東急審査委員会は、現地の販売元であるニンテンドーに、レーティングの見直しが不要である理由を挙げるよう求めたが、回答が不十分だったとして、 今作の区分を事実上の発売禁止処分にあたる無等級に変更した。ブレンダーンを行わない将は今作を子供には不適切なゲームだとし、処分を妥当だとする旨を報道陣に伝えた。このことについて、任天堂は p g 区分される段階で当初の販売元だった THQ が十分な情報を伝えていなかったことが原因であるとした。 その後大人向けであることを強調した上で、M 区分に変更することで発売することができるようになり、今作は2011年5月26日にオーストラリアで発売された、またスウェーデン、ノルウェー、デンマークでも同様の理由で発売中止となり、ヨーロッパでの発売元であるニンテンドーはこれらの国のファン宛ての謝罪の言葉の中で、このようなことが起こるのは、 非常に稀であるとコメントした。ありがとうございます。